今、なんだ、浅草寺の方に戻ってきました。で、ちょうど入り口のところに人力車が、お兄さんたちがこう呼び込みしてるんですけど、僕人力車乗ったことないんで、今回初めて、人力車乗せていただこうと思います。で、今そのとりあえず人力車、夜遅いと車庫にあるということで、3分少々、車庫の方まで、連れて行ってもらってます。今人力車のお兄さん、トリちゃんという、はい、どうもよろしくお願いします。トリちゃんです。はい。で、今日はお兄さんの方に、車回してもらうんですけど、はい、コースとしては、はい、はい、お願いします。ですね、これからスカイツリーがきれいにライトアップしているので、撮影した後に浅草らしい街を抜けて駅の方まで最後お送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということです。じゃあとりあえず車庫に着いたら、また、撮りたいと思います。今から人力車初めて乗っています。トリちゃんの所有者の中で一番速いフェラーリだそうです。見えるかな。よいしょ。初めてです。はい、では、はい、では真ん中を通っていただいて、はい、ゆっくりこちら側に行きます。はい、はい、で真ん中座ってください。荷物はです、ね、横に置いていただいてもいいし、はい、下に置いていただいてもいいし、今ちょっと斜めなんですけど、はい、持ち上げたら平行になって落ちないので、はい、はい、失礼します。すみません。はい、よっしゃ。じゃあもうここからの会話は、はい、はい、運転手さんに任せます。わ、はい、かりました。はい、では皆さん人力車こんなもんですよっていうのをどうぞ楽しんでください。はい、ありがとうございます。今ちょっと仲間に連絡をさせてください。はい、はい、今ぐるっと回りまして、今8時半過ぎなので、8時50分過ぎですね、50分過ぎにはつくばエクスプレスの駅に参ります。よろしくお願いします。お願いします。はい、では緊張の瞬間、後ろにグッと寄り掛かっていただいて、はい、はい、このような具合です。このような具合です。はい、ちょっと下が滑るので安全運転で参りますけども、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。では、綺麗なスカイツリーを根元まで見える場所を見て、撮影した後には浅草らしい街を抜けて駅まで行きますので、よろしくお願いします。改めまして、鳥越誠と言います。気軽に鳥ちゃんと呼んでください。楽しかったら延長も可能でございます。よろしくお願いします。よいしょ。このような具合ですか。あ、はい、大丈夫です。大丈夫ですよ。信号は守らないといけないから。乗り心地はいかがでしょうか。そうですね、なんかすごいこう、なんだろう、普通にやっぱ高級車とかと同じような感じの、はい、なんだろう、この背中の感じ、はい、あと座り心地、ありがとうございます、うん、ちょっと宙に浮いてる感じしません。そうですね、これはね、多分ね、なんてこう、できれば口で伝えたいんですけど、乗っていただかないとわからないかなって思うものなんです。ああ、はい、これをどううまく乗る前の方に伝えられるかも結構一緒の課題でもあるんですよ。課題、はい、でも気持ちいいです。そうですね、ありがとうございます。それだけ乗る前にみんなに伝えれば一番楽なんです。ブドウを横切ってまいります。はい、はい、この辺もどこも昔よくアルバイト。ああ、そうですね、ここら辺も京田子さん、そう、ここら辺よく歩きますね。海田公園の話とかいらっしゃったことありますか。ああ、はい、向こう行ったことありますよ。
て車両用の信号で行きます。車両用の信号で、はい。ちゃんと安全運転第一ですもんね。そうですね、まあ、事故したら何にもないですもんね。はい、松屋デパート、今では駅店と言いますけど、デパート2階が駅になってるんですね。はい。